田中圭次郎フリー中、静岡高等学校、1947年11月、東京帝国大学法学部卒業。同年、大倉省入省。主税局配属。入省同期に、三島幸男、長岡みのる、藤岡正夫、厚見賢治、小畑拓也、吉田藤夫渡里明、森谷旧二夫など。米国留学、徳山税務所長。 主計局主計官補佐、IMF 出向、国際金融局国際機構課長、国際金融局投資第一課長、外務省在米国大使館参事官兼、ニューヨーク領事、大倉大臣官房審議官を経て、日本銀行政策委員。退官後は、道路公団理事、1977年、住友クレジットサービス会長、他に、産業証券顧問、 1986年エクイタブル生命入社、後、ニコス生命に解消に伴い1987年6月に、会長、相談役など、主に金融や保険業界に身を置いた。政行動総、中曽根康弘が会長を務める、財団法人世界平和研究所評議員として、意義あり憲法解釈9条解釈を正すを、出版。 憲法学者などと異なり、それら専門家の目から離れて、自らの経験や洞察で論を展開し集団的、自衛権行使を肯定している。著書には他に、論理の展開と修練など。大倉省人名録、日本官僚制総合辞典東京大学出版会、2001年11月発行、370ページ、大倉省人名録。ありがとうございます。